皆さんこんにちは、 DOT 劇団演奏玉本です。今日はこちらです。はい、こちらでございます。恐竜化石模型でございます。はい、こちらはガチャコーナーで回してまいりました。ということで、まずはこちらを開けていきたいと思います。はい、ということで開けてまいりました。で、まずはですね、ほらこんな感じで、まあ骨のパーツが何枚か出てきますね。そして次はこちらを組み立てていきたいと思います。さあ、どんな恐竜が組み立てられるのでしょうか。はい、ということで組み立ててまいりました。で、今回私が組み立てた恐竜はこちらのステゴサウルスでございます。で、ステゴサウルスの骨格はこのような感じになっておりますね。で、ステゴサウルスは、まあ中生代ジュラ紀に生息していた大型の草食恐竜ですね。で、特徴はこちらの背中の骨の板。で、この骨格にはないんですけど、まあ尻尾にも、まあ、トゲがあったんですね。で、尻尾のトゲでこのように肉食恐竜と戦っていたということですね。いやー、かっこいいですね、ステゴサウルス。で、言うたら悪いんですけど、まあ、ステゴサウルスは、まあ、こちら、まあ、体の割に脳みそは、一番小さい恐竜としても知られているんです。いやー、その点はちょっとかわいそうですね。はい、ということで今回はこちらの、恐竜化石模型を紹介しました。で、感想はですね、まあ、見てもらったらわかるんですけど、まあ、このように、まあ、骨の分け目もしっかりと再現されている非常にクオリティの高いオブジェが手に入ったということで本当に良かったです。で、皆さんもこちらガチャコーナーに置いてあるので、ぜひ気になった方は回してみてください。まあ、こちらね、まあ、恐竜マニアにはおすすめの商品です。この DOT 劇団ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それでは今日の動画でお会いしましょう。グッバイ。